ここからは天気の情報そらいろ図鑑です。東さんお願いします。はい、お願いします。今日はムシムシジメジメした一日でしたね、はい、そうですね、ちょっと過ごしにくいといった、うん、そんな日でしたけれども、はい、今夜から明日の午前中にかけて雨となりそうですね、まずは天気図を見ていきます。はい、明日午前9時の天気図です。また梅雨前線が、ね、伸びてきました、うん、高知県は前線の北側に位置しますので、はい、ザーザー降りというかはよりかはしとしとそんな雨なんですけれども、うん、時間帯によってはですね、局地的に雨が強まるそういった時間帯がありそうです。では各地の天気をマークで見ていきます。はい、降水確率を見ると午前中が高めというところになっていますので、雨はですね午前中が中心となりそうです。午後からは次第に天気は回復に向かう見通しとなっています。ではその雨の予想を見ていきましょう。はい、日付が変わって明日午前0時から見ていきます。はい、未明そして明け方にかけてはですね、このように山沿いを中心に局地的に雨が強まる時間帯がありそうです。そして朝になると今度はですね、平野部の方で雨が強まりそうなんですね、うん、この時間ですとやっぱり通勤や通学の時間帯ですので、はい、雨になると見られますので、ちょっと時間にはね余裕を持って行動してほしいなと、うん、運転もですね気をつけて安全運転で行ってほしいなと思います。そうですね、はい、雨雲が抜けていくのがですね昼前この時間帯ですね。ですので午後になるともうですね雨は止む、そういった見通しとなっているんですね、うん、昼過ぎになるとこのようにですね青色のエリアもほとんどないといった状況でして、はい、夜はですね平野部を中心に今度は晴れるんですね、うん、ですので次第に天気は下り坂の上がっていくんですけれども、はい、洗濯外干しはちょっと控えた方がいいかなと、そういった天気と、ね、なりそうですね、はい、では気温を見ていきましょう。まずは朝の最低気温です。高いですね、はい、朝でこれくらいですからね、はい、25度で熱帯夜と言われるんですけれども、はい、もうそれくらいの気温になってきました、うん、ちょっと寝苦しいと感じてきた人もいるのではないかと、ね、うん、思います、はい、夜間でもですね十分熱中症に気をつけなきゃいけない、そういった季節になってきましたので、うん、寝る前にコップ一杯の水を飲むなど対策をしっかりとしてください、はい、日中の最高気温見ていきましょう。こちらも高いですね、はい、そうですね、はい、まあ、先ほど見ていただいた通り雨が上がって、まあ、グレーということで日差しはそれほど強くはないと思うんですが、うん、はい、それでもやっぱり30度くらいですし、うん、湿度が高いです。明日はかなりジメジメムシムシとしますので、日差しが強くなくても油断をせずに熱中症への対策も忘れずに行ってください。では、月曜日ですのでこの先の天気の傾向を見ていきましょう、はい、まずは今週ですけれども、今週は雨のマークがしばらく並んでいるといった状況で、うん、気温もですねやはり雨が降るのでそれほど高くないといった状況ですね、はい、ただ来週ですけれども、うん、晴れのマークがね並んでますね、うん、これだけ並んでたら梅雨明けちゃったのかなって思ったりするんですが、はい、ですよね、気温も高いですよね、はい、ちょっと梅雨らしくないとそういった状況になってきつつあるんですけれども、太平洋高気圧オレンジ色と前線雨の様子をこの後見ていきますけれども、はい、今週いっぱいはやっぱりまだこのように強く降る日もねありそうなんですが、このオレンジ色の高気圧が来週になると一気にグッとこのように上がってくるんですよね。こうなってくると非常にもう暑くなってきますし、前線も押し上げられてしまいますので、本当にですね史上初の6月の梅雨明けも考えていいのかなといった、そういった感じになってきました。なるほど、はい、今週いっぱいはですね、はい、雨雨雨となっています。週の中頃は強く降るところもあるかもしれません。ただ日曜日月曜日とね晴れのマークが戻ってきました、うん、ですのでどんどん回復に向かっています。梅雨明けが本当にあるかもしれませんね、はい、ということで明日のポイントは、
明日は午前中平野部を中心に雨となり、午後から天気が回復します。気温は各地で30度くらい、蒸し暑い一日となりそうです。空色図鑑でした。